県内の100歳以上の長寿者は1506人と過去最多を更新しました。改めて皆さんおめでとうございます。こうした中、動物園で人気のあの動物も国内最高齢32歳となり、子どもたちが長寿をお祝いしました。とべ動物園のアイドル、ホッキョクグマのピースは今日も大人気です。3連休最終日、多くの子どもたち、そして家族連れが来ています。皆さん釘付けになってますね。お目当てはあの動物です。そのピースの母親がこちらのバリーバ。ホッキョクグマの平均寿命は25歳から30歳と言われていますが、バリーバは現在国内最高齢の32歳というご長寿です。クマかわいかった。今日は敬老の日ということで、来園者がバリーバの長寿をお祝いしました。表彰状、ホッキョクグマのバリーバー様、これからも長生きをして私たちに感動や楽しさを与えてください。ピース君のお母さんに言うことは、だいぶ年よね、また来園者にもご長寿の方が。敬老の日なもので。おいくつですか？90歳。どうですか、あの見てみて。大好きよ。長生きしてまた来たい。ですか。イベントの最後は、長年飼育を担当している高市キーパーが3キロの大きな鮭1匹をプレゼント。大好物をもらってご満悦のバリーバでした。歯が丈夫っていうのは長生きの秘訣の一つかなというふうに思います。残りのクマ生っていうのはもうマイペースに過ごしてもらえたらなっていう願いがあります。足腰も内臓もまだまだ健康というバリーバ。これからも体に気をつけて元気に過ごしてくださいね。